皆さんこんにちは、橋本でございます。今日はですね、最近ベースメイク系、化粧下地とか日焼け止めとかファンデーションの企画が多かったので、フルメイク見せてほしいみたいな本当に素朴なお問い合わせというかコメントがたくさんあったので、最近かなりバージョンアップしました。この私のこのポーチ、はい、基本的にこの中からメイクしてるのでやっていきたいと思います。そしてですね、最近コメントで、橋本ちゃんお痩せになりましたかっていうめちゃくちゃ嬉しいコメントたくさんいただくんですけど、そこまで痩せたっていうほどまで痩せてはないんですけれども、まだご存じない方もいらっしゃるかと思うので、ここでちょっとお知らせをしたいと思うんですけど、サブチャンネルでゆるーいダイエット企画をしております。はい、サブチャンネルっていうのが橋本トークチャンネルって言って、トーク主体でやっていこうとは思ってたんですけども、なんかいろんな企画ごちゃ混ぜの別のサブチャンネルがあるんですね。はい、概要欄に貼っておきますので、ぜひチャンネル登録とよかったらご覧くださいませ。はい、ではこちらの方本編いきますね。今スキンケアまでしております。はい、でまず日焼け止めなんですけれども、今使ってる日焼け止めがこれか、これです。私アネッサデイセラムか精気精クリアウェルネス UV エッセンスジェル、この2つが使い心地がものすごくいいので、今日はじゃあ精気精にしようかな。カチャカチャタイプとジェルタイプと2つ入れてて、肌状態によって、あとはその日行く場所によって変えてます。カチャカチャの方が崩れにくいとは思うので、日中その外に出るようなお仕事の時とかはカチャカチャにしてます。日焼け止め結構ね念入りに塗ります。もう時間ない時はそのままクッションファンデーションいくんですけど、ちょっと時間ある時とかはこのスキンティントね、 RMK の、はい、スキンティントつけます。ちょっと少量でいいです。これ少量ですごく伸びるので、これぐらいあれば十分お顔全体に伸ばせます。仕上がりはね、テクスチャーというかファンデーションと下地の間みたいな感じに仕上がるので、今日使うもので目が染みたことはまだないです。これである程度目の下のクマとか色素沈着とかちょっとね飛ばしていきます。うん、よきよき。はい、そして最近お気に入りのバイユアですね。ツヤタイプの方の一番暗い色を使ってます。はい、でこれですね、少量でめちゃくちゃ伸びるので、本当にちょっとだけスポンジに含ませて、赤みのあるとことかこの色素沈着のところとかにどんどんしていきます。これで目の周りの、わかるかな、くすみちょっと消えるんですよね。本当にこの子優秀なんですよ。これで軽くねティッシュオフしますね。これまあデイリーメイクっていうことで、あんまりアウトドアには向いてないかもしれないですけれども、ちょっとだけまだくすみがね気になるので、ほんの少しオレンジのコンシーラーを、これシャネルのコンシーラーですね、
この目頭の下の鬼黒いところにつけます。クマのひどい時はオレンジなんですけど、そんなに茶色みがひどくない時はヨールのコンシーラーで、旧式の吸盤の方なんですけど、普通の肌色のコンシーラー、はい、こういうやつでトントンしますね。もうほんまに薄く、めっちゃ薄くです。そして橋本ちゃんが使ってるこの筆ケース、こんな感じなんですけど、汚くてごめんね。このケースちょっとどこで買ったか忘れたんですけど、もしかしたら美容材料専門店なんですけど、こんな感じで、この筆、大きい筆ね、これマックの筆なんですけど、これでリフコちゃんをトントンしていきます。眉毛描くとこ時はスルスルしてたら色が出ないので、ここはリフコしっかりね押さえます。そして毛穴が目立ちやすい場所、ここですね、たるみ毛穴。おでこの真ん中もね、毛穴が結構目立つと思うので、ここと、で目の下は筆を変えて、あのこれぐらいの大きさの筆、はい、もうちょっとちっちゃくてもいいけど、先に取って目の下だけね、アイライン引くとこだけしっかり細めに塗ります。あとまぶたもちょんちょんと、まぶたはちょっとサラッとしてる方がアイシャドウのグラデが綺麗にいくんですね。ねちょっとしてるとムラになりやすい、そうなので、ある程度ですよ、サラッとさせておくとグラデーションが綺麗になる、もしくはちょっとしっとりさせて、グラデーションがうまくいけそうだったらちょっとしっとりさせておいてしっかり発色させるっていうのも裏技としてあります。あんまり今日は崩したくないなっていう時は結構リフコ多めにセットしましょうね。で特にそのどこも行かなくて乾燥が気になるっていう時はそんなに多くリフコつけなくて大丈夫です。はい、次アイシャドウは、前もねちょっと何かでお伝えしたんですけど、ほんまに限定でごめんなさいって感じですけど、こういう系の色しか使ってなくて最近、はい、限定です。ゲランとスックなんですけど、わかりやすくオレンジいってみようかな。この色の組み合わせが最高で、本当に、あ、これこないだ紹介したケイトのブラシね、黄色ちょんちょんのオレンジちょんちょんで混ぜた状態で、目の下からのせていく。でちょっとずつ上がっていくんですね。説明になってる？目つぶったところに黒目あると想定して、そこにまずトンって置いて、左右にこうぼかしていきます。ほい。でまた足す時もこの辺から足さずに、ここね、この辺から、下から、なんせスタートは一緒、そしたらグラデーションがぶれない。偉そうに言うと、目の下付属のこのチップにとって、もう大胆に涙袋のところ全体的にのせるんですよ。私顔長いんですね、ここが長いんですよ、面長 で基本的に中顔面短縮はしたいんですね。だから下まぶたは本当にね、アイシャドウをそんなに入れんのっていうぐらい入れるんですよ、橋本ちゃんは。これちょっと今おかしいですけど、こっからね修正していくから、何回もこれ見たことある人もいると思うんですけど、初めての方もいると思うのでね。で筆変えて、この色ね、これをもうちょっとこのアイホールのところにファーッと塗ります。
アイシャドウって必ず薄い色からのせていかないといけないっていう決まりとかないんですよ。ないから濃い色のせてからその上にこの淡い色のせてグラデーションかけても全然 OK なんです。あ、ちょっと雑すぎたね、はい、この濃い色ね、もうちょっとアイライン代わりみたいな感じで、いつものせます。こんな感じ、これでちょっと奥行きが出て、で目の下のさっきオレンジ引いたけども、その上に完全にかぶせるんじゃなくて、まつげの生え際のところ、アイライン引くところに出します。こっちも、あら濃いわごめんなさいね、ちょっと雑かもしれません、自分の顔なんで。今下の方がボリューム大きく見えるじゃないですか。なのでもうちょっとこのオレンジをもう一回だけアイシャドウします。ダブルラインのところ、ここで橋本ちゃんですね、ビューラーしますね、いつもね。どっちでもいいです。アイライン引いてからビューラーじゃないと無理っていう人はそっちで大丈夫です。私はここでやります。なんでかっていうと、塗ったアイラインとかがこの動作によって全部ビューラーに移るんですね。で落ちるっていうことが多いので、私はここで上げます。でもビューラーでまつげ上げてからだとアイライン引きにくいっていう人めっちゃいるんですよ。その方はアイライン引いてからで大丈夫でございます。でビューラーの使い方なんですけど、皆さんいきなり根元でギュッて上げると思うんですけど、いきなり根元でギュッて上げてそのままだと横から見たら根元からだけうんって上がってるだけなんですよ。わかります？これおかしいんですよ、横から見たら。自分わかんないですけど。だから横から見て綺麗なのはこういう状態、綺麗に R がかかってる状態、こうまっすぐじゃなくてこう3段階難しければ2段階でも大丈夫です。先っちょまずカールさせますね。で根元いきますっていう感じで、そしたらちょっとこうカーブがつくのでやってみてください。でアイラインですね。もう最近目の際がこういう色が多いので、ピンクブラウンが多いかな、こんな色が多いかな、かブラウンにしてます。目尻だけリキッドライン引きますね。でアンダーの黒目の下にだけ、粘膜のところにだけ同じ色引きます。いつもこんな感じで黒目を大きく見せる効果と、もうなんか自分のメイクはごめんなさい、同じパターンばっかりなんですけど、最近はこのセットが多いかな。 D アップの茶色と下地にマジョマジョの下地を使います。もしくは1本だけだったらロム&の茶色を使うんですけど、私ね D アップのこのマスカラの色が好きなんですよ。ちょっとロム&と比べてみましょう。こっちが D アップでこっちがロム&なんですね。でロム&は1本でバチッとカールキープされるんですけど、D アップの方はカールキープされません。はい。すごいナチュラルにつくんですよ。乾いてもそんなにボリュームは出ない感じ。でもこの色見てください。絶妙な赤茶加減。
この色が大好きなんで、この色のマスカラをつけてカールキープさせるためにマジョマジョの下地をまずつけるんですよ。そう、上下に。で下にもつけます。私これね、あんまり見えてないんよね、正直ね。もう裸眼が。はい、マジョマジョの下地を塗りました。で乾かしてる間に眉毛、いつも通り眉毛いきますね。あ、なんかごま塩になってきてる気がする。いや、今日このままいきます。シュー上村ハードフォーミュラハードナインブラウン、こればっかりなんですよ最近。私、細心アイブロウって流行ったじゃないですか。めちゃくちゃいいんですけど、細かい仕事するのには。肌が、肌に張りがなくなってきて、すごいこう柔らかくなってきてるお肌には皮膚がくっついてきてしまうんですよね。それによって折れやすくなるので、大人女子にはあんまり細すぎるシーンは向かないと思います。橋本はピーンとね、ピーンと張ってたら大丈夫ですよ。うん、もうその朝時間ないので、この一本一本こうやって生やすっていう動作はあんまりせず、眉マスカラとかではするんですけど、眉頭はもうこのスクリューブラシで上からのちょっと斜めに動かしてぼかします。なぜなら眉頭は眉頭の眉毛は上向いて生えてるので、このように溶かすと自然にぼけます。はい、はい、ある程度眉毛描けました。眉毛の基本の位置は、眉毛の基本の木っていう動画があるのでね、そちらご覧ください。で、アイブロウマスカラつけます。ケイトのアイブロウマスカラ愛用しております。これかメイクに合わせてセザンヌのこのピンクね、使います。アイブロウマスカラつけるとね、ちょっとこう凛々しく、かなり立体的にパキッとするんですけど、あ、またついた。よいしょ。でも太めの眉がよろしいので、ちょっとここフェイスパウダーだぞ、よれてくる。目の下をもうちょっと立体的に見せるために、この色ね、これを細いチップに取り、黒目の下、に足します。そしたらね、ぷっくりしたように見えるはず。はず。はい。ここにちょっとな、影入れてもいいんだけど。まっすぐした時にな、ちょっと怖いから。まっすぐっていうか真顔になった時に怖いから。で、忘れてた、まつげね、今下地だけじゃないですか。で、さっき言ったように D アップはカールキープあんまりしないので、このタイプは。なので、下地の時点で目元パッチリさせたい方は、もう一度先と根元にしっかりビューラーします。こんな感じで、これちょっと今上がりすぎですけど、はい。そしてこの子を塗ります、上に。そしたらね、色はそのままでカールキープしてくれます。このアイメイクにはもうこの茶色が一番いい、綺麗、合う。下をある程度塗ってから上。すごいな、めっちゃ上がってんな。
ギュインギュインに上がってる。もうちょっとさ、もうちょっとピンク出したいな。ゲランのアイシャドウはね、大人女子が塗ってもラメとかキラキラがね、なんか変に光れへんね。綺麗に光るね。うん、もうちょっと小豆入れようか。追うなと言われても追いたくなる。ちょっと眉毛濃い？大丈夫？よし、チークは中顔面短縮したいときはこの辺に入れます。最近よく使ってるのがこれかな、ディオールのバックステージのあのチークなんですけど、ロージーグローチークカラーコーラルです。はい、これオレンジっぽく見えるんですけど、意外とピンク色につきます。気に入って使ってます。なんかね、ふわっと、そこまでツヤツヤのギラギラしない、もうポンポンチーク系で いきます。あらあらあら、かわいいよ、かわいい。この切り替わりのところに丸く見えるように入ったらいいかな。これどこの筆か分からへん、そんなに高くないやつでも、これぐらいの筆でチークのせてもいいですよ。これセリアです、100均で。リップはね、ここを結構上目に描くんですよ。みんなちょっと見といてほしいんですけど、すごい分かりやすいことすると、パウダーファンデーションでここ隠すと、ほらめっちゃここめっちゃ長く見えるでしょ。ここはまあ人中短縮するぐらいやから、ここはこう短く見えた方がいいので、あの輪郭とかファンデーションで消さずに自分が塗りたい色を塗ります。輪郭消してからリップ塗るとものすごく老けるのよ、口の周りが。直線感が出すぎるからさ。これでもアムアムしてもいいよ、アムアム。これ橋本ちゃん大好きなディオールのマキシマイザーのシマーマカデミア、こう塗るやん。これぐらいのベージュの色だったら、ここに出して指にとって、この唇の山のところこうやってぼかします。やりすぎたかんよ、やりすぎたらおかしいからな。なんとなく、なのよ。どうみんな、あ、ローライト入れ、あ、ちゃローライト入れる。でもこれ十分可愛くない。ハイライトは自分で使ってるのはこの子やね、クレポ。21番がギラギラしないの、もう繊細なツヤ。もう今十分ツヤツヤやからさ、そんなに入れんでいいんだけどね。なんかさ、立体的すぎたらさ、立体的ってそのギラギラしすぎたらおかしいでしょ、私たちの年齢で。で、悪目立ちもするから、これぐらいのツヤがおきれいんじゃないかなと思われるわけよ。もうちょっとチーク入れてみる、今流行りの。おばはんそんなことしたらあかんかな、かわいいやん。どう、いけてる、橋本ちゃんいけてる。この色合いが好きやな、やっぱりまだ。どう、もうここ余白開けといてからな、ここまでウィーンってやらんでいいから。そしたらもうめっちゃ長いチークになるから、もう余白開けとこう。この余白の部分にまあ余裕があればローライト入れてもいいんですけど、私普段ローライトあんま入れないです。はい、もしリップがこれより
ダークめな色ちょっと足してみようかな。これもずっと使ってんねん、ベアミネラルのこのリップね。歴代出てきてると思う、よう聞かれるねんこれ。リップグロスバームって言って、シンサリティやったかな、書いとくね。これが ね粘膜色で、あの大人女子が使ってもさ、なんかヤンキーみたいにならへんわけよ。ブラウンのリップ流行ってるって言われてさ、ブラウンつけてもさ、80年代のヤンキーになれへん。そうなんよ。まあつけ方にもよるんですけどね。さっき言ったみたいにね、直線的にパキってつけない方がいいねんね、そのブラウンのリップとかは。いや可愛いなと思って買うわけよ、ブラウンのリップ好きやから、ベージュブラウン系好きやから。そしたらさ、やっぱなんか濃いわけでね。ちょっと粘膜系のリップつけてぼかすときは、これぐらい色がつくと、このはみ出すとちょっと分かりすぎるんで、さっきのこのディオールのシアーマカデミア、これぐらいの色、ベージュピンク、これちょっと色一段ぐらい明るいベージュピンク、あ、なんて説明する、わかる、え、わかる、わからん、ちょっと明るめのベージュピンク、はい、塗った色よりも、お、この上のここにって書いてって、こんな感じ。ほんまなん、橋本ちゃん大丈夫なんて思うやろ、ほんまに大丈夫やからやってみて。そしたらプルッとしたリップになります。もうせっかくやから、ちょっとさ、シェーディングも入れてみようか。ロム&のシェーディング使いますよ。ちょっと待って、ペタペタやわ。シェーディング入れるときにこう触ってペタペタやったらガッツリ入るから、みんな気をつけてね。シェーディング入れたいなって思うときはフェイスパウダーか何かでもうサラサラにしといた方がいいからね、私たちのシェーディングって。そんな本気のさ、なんて言うんだ、本気のデザリングじゃなくて本気のシェーディング、コントアリング、本気のコントアリングしなくていいからね。こんなとこにまあ入れたらこけるじゃないですか。だからこの顔周り、このフェイスラインでいいよ。もうあんま難しく考えなくていいからね。こっちも、こうもう生え際、ここハゲに見えるとこ、もうさ、ウエラのさ、あのなんかもうぐちゃぐちゃやったあの投稿でさ、光の加減でハゲに見えますねって言われたけど、ハゲてないから、はじもっちゃんやだ、もうほんと白髪の部分がさ白く出るからさ、ハゲて見えるね。もうそんな意地悪なコメントシャープって。ほんでな、ほんでな、ほんでな、これぐらいの筆でな、こう取ってな、書くよ、ちっちゃい筆で、こことな。ごめんごめんごめん、あ、ちょっと黒くしすぎたな、ごめん。フェイスパウダー濡れてなかった。これぐらいでいいかな。どっちのリップが好きかな、みんな。私どっちも好きやけど、デイリーメイクにはこんな感じなんです。今喋りながらやったけど、これもうバババってやったら、私もまあ10分15分ぐらいかな、だいたい乾かす時間とか入れて。でこれで結構1日キープされております、まつげ。もうまじまじの下地使い続けて何年って、何本ですかって、何十本ですかってぐらい使ってるんで大丈夫だと思います。はい、アウトドアとかレジャーを楽しむときはもうちょっと日焼け止めをしっかり塗るとか、
ファンデーションをもっともっと崩れにくい、この前に出した動画の、メディアリュクスとかファシオとかキスミフェルムとかなんかあの辺にしてもいいかなとは思います。はい、よかったら参考にしてくださいませ。今回は以上になります。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。